見バレ怖いくせに顔写真もモザイクのくせにメッセで言われたら見せてくれるやつ。えだる見バレしたとこで何なんのアイコンに載せるのとメッセージで言われて送るのって何が違うのとりあえずフッカルを好むやつ。こういうやつとさ、遊んだとてさ、 もし会ってさ、うわ、こいつ喋り方生理的に無理だわ、とかなったらどうすんのそんな喋ってもない人と遊ぼうと思えるよね。私、そんな勇気ないわ。筋肉裸見せたがりなやつ。で、ああ、自分の体が大好きなんだな。自分の体に惚れ惚れしてるんだなって、ナルシストかなって思ってう。 ちゃうことしかないんだけどどうしてほしいわけすごい筋肉すごいですねって言われたいのどういうことえ食べ物の写真しか載せてないやつ顔はいい人そうだけど明らかにティンダー向いてないやつ友達と撮ってる写真載せるやつええー、本人どこ 聞くのもめんどくさいし絶対この一番イケメンの人だったらさいいけど絶対違うもんなこういう時に限って一番ブスな人だったりするからないや聞くのもめんどくさいしてか勝手に写真載せられてるのかわいそうは ?Tinder 使って販売行為してくるやつ 高校時代の野球の写真使ってるやつトイレの鏡で自撮りしてるやつなんか汚いからやめろ